はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回は、酎ハイですね。缶酎ハイの、グレープフルーツ味、35周年アニバーサリーで、宝酒造のね、缶酎ハイのグレープフルーツ味が、発売しました。といってもこれ一応売ってたんですけどね。売ってるんですよ。ただ、品数が、というかほとんど出回らないっていう、まあだけで、これはもう元々売ってたんですよね。うん。まあ、限定発売って期間限定でなってますけど、うん。まあ、ヤフオクじゃねえや、楽天とかで探せば普通に売ってますからね。アルコール度数 8% で果汁が 3.3%。元素、辛口、じゃ元素が。元祖辛口、缶酎ハイ復刻デザイン、1984年と。美味しさの理由が11種類の、樽貯蔵熟成酒と、クリアな、スミロカ水。原材料名が、焼酎括弧国内製造とグレープフルーツと糖類と酸味料と香料です。これ昔飲んだんですよね。うん。昔、何年前か5年前ぐらいかな。初めて飲んだ時ありましたけどね。だいぶ昔だった記憶があるけど。まあ、飲酒動画の方に、探せばあるんですけど。まあでもこの35周年のアニバーサリーで、以前飲んだプラム。あのプラムに限っては本当に売ってないんで、多分35周年のやつ、これ買わないと、多分、いつ飲めるかわかんないですからね。カピー。うん。あ、これあれですね。プラムに比べるとはるかに甘さが少ないですね。宝酒造。グレープフルーツの酸味。と、まあ、ほのかな苦味。ですかね。あ、宝、缶酎ハイの。おかげさまで35周年って。これコミュニティがあるらしいぞ。え、マジで？これログインとかできて、なんか、あれ、あるんじゃない？これ。なんかコミュニティがあるらしいぞ。マジで？これ入ろうかな。だから缶酎ハイコミュニティだった。マジか。え？あ、結構いるみたい。俺みたいな酒飲みが、なんか写真とか上げてますよ。これ入ろうかな。うん。あ、これ入ろう。コミュニティ、まあ、いわゆる2チャンネルみたいなもんだろう、多分。2チャンネルみたいなもんでしょ、多分ね。いわゆるね。で、コミュニティに入るとなんかポイントがもらえるらしい。で、500ポイントを当てる、貯めると、毎月の5名様に、宝缶酎ハイのレモン味が、24缶、当たるそうですね。なるほど。これちょっと後で入ってこい。うん。うん。こちら3月の19日から期間限定で新発売と。なってて、まあ、酒屋ですね。主に酒屋に行けば大体売ってます。うん。まあ、スーパーでも売ってないか。スーパーは売ってないな。うん。
あれっすね、酒屋っすね。スーパーは、多分レモンしか売ってないから。うん。なるほどね。この35周年で、プレーンとレモンとプラムとグレープフルーツが発売されているということでございますが、2年前ぐらいに宝のチューハイのドライっていうやつ、黒い缶のやつね。発売しましたけど。アルコール度数 9%。うん。これは 8% ですけど、まあそこそこ美味しかったと思いますけど、まあもともとそもそも缶チューハイ自体値段が高いんで、一缶 350cc でだいたい180円とかしますからね。うん。で、あと俺が見たことないのは、缶チューハイのレモンのペットボトルバージョン。500ml のペットボトルバージョンはね、一回も見たことないですね。人生で一回も酒屋とかめちゃくちゃ行ってるけど、一回も見たことがない。これレアすぎる、多分。超激レアですね、これ。値段が280円でなってますけど。まあ、少なくとも酒をペットボトルに入れるもんではないと思いますね。なんでかって言ったら、缶の方が圧倒的に劣化が少ないからですね。うん。まあ、基本的に紫外線とかも、まあ、あれですけど、光、いわゆる白熱でね、まあ、なんでもいいよ。蛍光灯の光とかでも劣化しますから。劣化プラス、あれですね。気が抜けるというか、炭酸が抜ける。ペットボトルは炭酸が抜けやすい。缶よくはるかに、抜けますからね。うん。だから炭酸水とか、賞味期限書いてあると思いますけど、賞味期限イコール、それが賞味期限が過ぎたら、炭酸ないです、ね。なくなりますからね。缶の方は明らかに、賞味期限長いんです。うん。まあでも、賞味期限長いっつっても、これ自体そんなに炭酸感じないね。これ炭酸結構弱めですね。うん。これが賞味期限が、2020年の1月。まあ、10ヶ月ぐらいか。10ヶ月ぐらい持ちますね。だから、アマゾンとかでよく、強炭酸水とか買いますけど、あれ、賞味期限、切れると、ほとんど炭酸抜けて、微炭酸になってます。あれは結局ペットボトルの使用でしょうね。美味しい。まあ、美味しい。だけど、値段高いんだよな。どうしてもな。高いんだよな。いや、うまいのは間違いないですよ。うまいのは間違いねえんだよな。だから金持ってたら、
絶対、このレモン飲みますね。うん。まあでも、高屋焼酎の焼酎ハイボールのレモンも非常に美味しいんであれ。あれ100円で売ってますからね。あれは非常にコスパ高いと思います。ただやっぱ缶中ハイのレモンとどっちが飲みたいですか？うまいですかって言ったらもう即答で缶中ハイのレモンですって。即答で答えられる、レベルのうまさではあるんですよ。ただし、100円のものと180円のもので、1.8 倍なんですよ、値段が。それで、ね、うまさが果たして 1.8 倍かって言われると、まあ、それは多分、ないですよね。うん、まあ、せいぜい 1.5 倍ぐらいのうまさって感じだと思いますけど。だって100円近く違うわけだからね。それだったら、2本買うわって。焼酎ハイボール2本買うわって話なんですよね。うん。あ、そっか。これあれですね。だから缶中杯のグレープフルーツとプレーン。250ml のしかないみたいです。うん。で、今、その35周年のやつだから、350cc のやつが出てるんだけど、これ本来は 350cc 存在しないですね。グレープフルーツとプレーンね。で、さらに言うと、このプラムちゃんが、あ、今売ってるね。今は売ってる。今はこれ期間限定で、オンラインショップで売ってますね。うん。350を24本で、値段が、5443円です。1本あたり220円ぐらいする。高え。送料は無料だけど。うん。まあ、他にもグレープフルーツとか、ねえ、まあ、オンラインショップでは買えますよね。宝酒造の、オンラインショップ。ね。まあ、言うても多分、アマゾンとか楽天とかでも普通には売られてると思いますけどね。一応5000円以上で、お買い上げで送料無料ってなってます。うん。ちょっといろいろ見てみますか。こういうところには限定でとか あったりするんだよな。オンラインショップ限定的なやつ。あ、ないか。あれないか。業務用限定の、レモンの、焼酎。ないっぽいな。あ、ないですね。
宝焼酎は本当に芋焼酎とか麦焼酎とか米焼酎とか売ってて、日本酒も売ってたりするんですけど、ぶっちゃけまずいんですよ。うん。言っちゃうけど。宝酒造信者だけど、はっきり言ってまずいんです。他のやつは。焼酎、香類とか、酎ハイはうめえんだけど、それ以外の日本酒とか、特にまずいのは日本酒っすね。うん。特にまずいのは日本酒ですね。これ間違いないでしょ。うん、だから、まあ、そうやな。日本酒で、有名なのが松竹梅ってやつ。松竹梅ってやつ。と、天ってやつね。まあ、ここら辺の特に松竹梅は、はっきり言ってこれあれっすね。ぶっちゃけ言わせてもらうと、これ料理酒です。これ普通に飲むお酒じゃなくて料理酒として使うべきですね。これは。だから、まあ俺信者ですけど言いますよ。そこはガチで、本音しか言わない。本音っていうか嘘はつかないですよ。嘘はつきたくない。だから安日本酒みたいな感じですよね、結局ね。特に松竹梅とかは。まあ安かろう、まずかろうみたいな感じで。だからこういったパック酒っていうのは基本的にもう料理酒として飲む、料理酒として使うべきです。うん。まあ、これはあれですよ。あ、ウイスキーとかも売ってんのが、ブラントン。あ、ブラントンってこれあれなの？宝焼酎？あ、あれか。これ飲んだことないですね。ブラントン。ああ、このキングウイスキーのリンね。リン味変わってまずくなったけど、昔のリンの方がうまかったんだよな。めっちゃ昔リンがうますぎて絶賛してたんだけど、ラベル変わってからまずくなったんで、一切飲んでないですね。なるほど。うん、あと、みりんとかもね、売ってますからね、これね。まあ、これとかはもうあれでしょ。まあ、酒って言っても飲むもんじゃねえかな。料理酒ですね、ほぼ。あと、焼酎の中で、芋焼酎とか、麦焼酎は、俺は、一切、魚介地とか、一国社、とか、昔飲みましたけど、これはもうぶっちゃけ、まあまあ美味しくはないですね。うん。まあ、だから芋焼酎って、これ、だから、芋焼酎っていうのはそもそもですよ。主に九州が、芋焼酎の発祥で、芋焼酎にすごい、風土、
風土が、環境がもう合ってるって。いうことで、芋焼酎が、九州の、まあ、から、まあ、ね、まあ、作られたわけなんですけど。そもそもこの会社自体、九州で、うん、九州とか、にない、工場がないんですよね。だから、はっきり言って、芋焼酎は同じ値段でも、まあ、間違いなく九州産の、まあ、黒霧島とか、有名なのをはじめ、まあ、基本的にその、ね、なんて言うんですかね、九州の地方の、芋焼酎の方ははるかに美味しい。まあ、麦焼酎は俺知らねえけど。まあ、麦焼酎は、大分県か。だから、大分県じゃないですか。これ多分、大分県じゃないんですよ。芋焼酎は、九州で、麦焼酎はあれ、大分発祥ですから、大分の、大分県は絶対麦焼酎とかすげえ有名なんで。あれっていうのも結局多分、大分がなんかあれなんですよ。風土が適してるからって言った。そういうことですよね。当たり前だけど。だって、ウイスキーとか日本酒なんてさ、風土が、その、気温とかさ、気温の差とかさ、ね、いろいろあるじゃないですか。だからそれに合ってる場所っていうのが、当然あるんですよ。だから日本酒といえば、まあ、新潟じゃないですか。あれっていうのは結局、風土がそこの新潟に合ってて、ね、さらにその、まあ、新潟の、お米ですね。うん。まあ、日本酒といえば米ですから。で、米といったらやっぱ新潟なんですよ。まあ、新潟もしくはまあ、山形とかね。秋田違うか。うん、山形あたりですね。だから新潟っつうのは米の、その、風土に適してるっていうことです。だからうまいんですよ。それをさ、ね、例えばの話、九州とかでさ、ね、日本酒作ってさ、うまいかって話よ。雪も1ミリも降らねえさ、お前、一滴すら降らないだろう、九州なんて 100%。全く気候が違うよね。うん。それでうまいわけがないんですよ。うん。あと最近思ったのは、福島県の、いや違う。福島県じゃねえな。福島の日本酒がすごい美味しいって言われてますけど。うん。まあそれは気になってますね。だから、何回も賞を取ったりとかって、まあいろいろ聞いてますけど。まあだから一回ぐらい飲んでみたいは、もう飲んでみたいんですけど。まあただ、賞なんてものは、サントリーのね、チョントリーがね、金で解決できますからね。金で賞を取ることはできますから。だから賞というのは、だから、なんとかかんとか、金賞、受賞とか言うでしょ？ね、あれ全部金で買ってますからね、サントリーのプレミアムモルツは。あれはちょっと頭がおかしい。とにかく。ああいうのはもうダメです。金で買えるんだもん、だって。賞が。だから、モンドセレクションですね。モンドセレクション受賞ってあるでしょ？モンドセレクションってのは金で買えますからね。だからモンドセレクションは一切信用しませんから。むしろモンドセレクションっていうのはね、もう金で買えます。だから、皆さんもこれ覚えてください。モンドセレクション受賞なんとかかんとかってなったらもうあれですよ、クソ。あ、こいつ金で買ってるな。目立とうとしてるな。にわかを、ね。
にわかファンを増やそうとしてるんだとか、ウイスキーなのにわかファン、マッサンでさ、増えたけどさ、あれをさ、にわかを増やそうとしてるんだって。ね。だってお前、酒知らん人間だったらさ、金賞受賞す、絶対これすごいじゃん、うまいじゃん、高いけど買うわ、みたいな。山崎ですよね。それが山崎です。いや、ウイスキーの山崎。だからにわかの、人間はマジで、山崎と白州をね、うまいっつってね、一本8000円で買ってるバカなんです。うん。そんな買うんだったら 100% マッカラ値段6000円、600円ぐらいですよ。全然違うだろ、味のレベルが。そんで最近ね、YouTube のコメントであったんですけどね、意味不明なコメントがあったんですよね。お前山崎って、バカにしてっけど、うまい、まずいって、個人で、うまいかまずいかをレビューにすんなって。レビューにすんなよって。頭おかしいんですよ、完全に。レビューを、ね、うまいかまずいかで判断すんな、みたいな。もう頭が言っちゃってる意味不明なことを言ってるんですよね。とにかく。そこブロックしましたけど。ある意味、あのコメント本当に笑いましたね。だってそもそもレビューってさ、自分がさ、飲んでさ、するわけじゃないですか。で、当然、うまいかまずいかで判断するでしょ。それなのにそいつはうまいまずいで判断するんだって。お前の舌がね、山崎をね、受け付けないだけで、ただのバカ舌だろ、みたいな。言ってるんですよ。あれだ、バカですね。んで、YouTuber の、お酒のね、YouTuber の方の名前を出してきて、お前そいつ見習えって言ってきたんですよ。あれはちょっとね、正直言って、マジで、ひどいです。僕もね、とある YouTuber のそのお酒のね、レビューとかされてるYouTuber の人、コミュニティはね、フォローさせてもらってますけども。ぶっちゃけあの人は、だから俺は、あんなレビューできないですからね。で、ウイスキーの有名ブロガーのレラさん。あの人みたいなことも言えないですから。あんなね、饒舌なこと一切言えないですからね。で、叩いてくるんですよね。だって、普通に考えてそうじゃん。ね、饒舌なさ、人の方がさ、すげえウイスキー分かってんなとか、味分かってんなとか言うじゃん。実際そうなと思うんすよ。でもそれは、だって俺が、ね、バカ舌だと思うんですけど、それと、これとは全く関係ないんですよ。だってあくまでこれ俺のレビューですからね。俺が、飲んで思って言ってる、これレビューですから。で、誰もね、お前のためにね、レビューしてんじゃねえんだよ。で、結局のところ、嫌なら見るなって話なんですよね。バカなんですよ。嫌な動画だと見なきゃいい。それなのに、わざわざ見ておいて、で、とりあえず罵倒しとけ、みたいな。お前バカ舌だっつって罵倒してくるんです。人間としてちょっとおかしいと思いますね。とりあえずね。だから、人間の舌なんつうのは、100人いれ100人の、
ね、全く別なね、もんなわけですよ。それなのに、じゃあお前みんな、その有名ブロガーのリラさん、いやですね、まあ有名な酒の、レビューしてる方、と同じ、その舌を持って生まれてるのかって、そんなはずないでしょう。ねえ。まあ少なくとも、ね、まあ自分、あくまで俺自分のこと言ってますからね。自分でうまいかまずいか判断してるだけですから。それを適当にこう言ってるだけじゃん。信じなきゃいいじゃん、じゃあ。で、嫌だったら見なきゃいいじゃん。バカか、お前。わざわざ見てるってことはな、むしろ俺に貢献してんだよ。もうお前が1再生しただけでもう、お金 0.1 円入ってるんですよ。サンキュー。間抜けどもサンキュー。間抜けどもサンキュー。お前のね、再生数と、さらにコメント数。それによって、俺の動画が、逆に目立って、ありがたいわ。あ、ちなみに、とりあえず、コメントを打つのはいいんですけど、誹謗中傷するのは、やめた方がいいですよ。とりあえず。うん。まあ、なんでもかんでも匿名だからっつってさ、匿名じゃねえけど、な、どうせ福赤作ってさ、さ、クソみたいなさ、ことコメントしまくってくるやついるけど、少なくともお前よりはさ、まともな人間だと思うぞ。クソみたいなコメントしてるやつ。うん。まあ、火を見るよりは明らかだよね。お前の低能レベルは。俺よくはるかに、ね、罵倒してさ、ね、クソだの死ねだのコメントしてくるやついるけど、少なくともお前らよりは、まともな人間だと思うよ。だからお前らはまず死ね。とりあえず自害しろ。うん。まあ、とりあえず俺になんか文句言ってきたやつ、コメントあったら全部NG ぶっ込みますからね。もう今まで50人近くぶっ込んできますけど、来てますけどね。まあ、負荷が作ればいいんじゃねえか？まあ、その分俺再生数伸ばせるからありがたいんだけど。金入ってくるからな。まぬけども。ということで、バカはほっといて、レビューをね。はいはい。本当にありがたいよね、そういうバカはね。だから結構ね、そういう方がいらっしゃって、順調に再生数が伸びてますからね。で、これが増えていってますから。うん。これ増えていってますからね、マジで。これはね、そうだな。まあでも美味しいな。うん、まあ美味しいは美味しい。うん、まあ美味しいんだけど、価格で考えると、価格で考えるとちょっとあれかな。そんなでもないですね。3233です。ご視聴ありがとうございました。